こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日はなんかあれですね、富士五湖の方で地震がありましたね。なんかね、普段ないところで地震があったりすると、まあなんか心配ですね。まあ今年はね、なんかこう変動の年なんですかね。やっぱりこうあれですね、こうデジタルの社会になってね、このパソコンがあって iPhone があって、ね、何でもこう自分勝手にいろんなことできる時代になってきてるんですけれども、やっぱり大事なことはね、やっぱり人間誰もね、自分のことは一番大事だけど、やっぱりなんていうのかな、こう人のために、それからその公共的なこと、それからね、やっぱりまあ寄付をするとかね、そういうこう慈善事業っていうんですかね、そういうこうまあ人に尽くす、それからまああとはこの環境、自然環境ですね。だから何でもかんでもね、こう目先のお金になればいいっていうようなね、やっぱり浅はかな考えでね、皆さん多くの方がね、そうなっちゃうと、やっぱりね、こう地球だってね、生きてるわけですよね。自然も生きてるし、地球も生きてるし、その生きてるね、その地球に我々は生かされてるわけですよね。ですからね、地球と連動しないと、自然と連動しないとね、基本的には調和取れないわけですよ。ね、やっぱり物事はね、表と裏じゃないけどね、まあ陰陽っていうんですか、陽と陰があって、全てがね、男と女があって、表と裏があってね、全てはそのね、陽と陰との調和によって世の中成り立ってるわけですよね。我々ね、人間もそうだし、人間関係もそうだし、だからそういうね、こう自然との調和っていうのがあまりにもね、こう 目先のまあそのね、一つのこうお金をね、一義的に考えてね、儲かればいいんだ、お金が大事だっていうね、それは確かに経済は大事だし、お金も大事なことはこれは確かですけども、やっぱりそれよりもね、それよりもっていうのかな、それと並行してっていうのかな、まあね、まあその根っことしてですかね、その経済的なお金的な根っことして一番大事なことは、やっぱり自然との調和ですよね。だからそういうそのね、何がじゃあ具体的にやったらいいかというような話じゃなくて、意識の問題ですね。やっぱり我々は自然との調和の中で生かされてるんだっていうね、そういう一つの、ね、意識の中で、毎日生活していかないと、本当にね、地球がもう本当にね、干からびちゃうからね、地球が干からびちゃうってことは我々も干からびちゃうわけだよね。まあやっぱり自然と、協調しながら、やっぱり他人と協調しながら、ね、できるだけ、相手のことを考えながら、そうすれば物事はね、大体道は開けるわけですからね、一番初めから道を開けるんじゃなくて、そういうね、やるべきことをやる、その延長線に道は開けるっていうね、そういう発想になればいいかなっていうふうに、これはね、私が個人的に思ってることですけど、まあこれは私の個人的なことではなくて、まあね、多くに共通することじゃないかなというふうに思ったりしております。まあそんなことで、自然と地球と、なんか調和しながら、それから人間関係で調和しながらやっていければいいなと思っております。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。